トルコのエルドアン大統領は7日、イスタンブールでウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナが将来的に目指す NATO 北大西洋条約機構への加盟を支持する考えを示しました。エルドアン大統領はこのように述べ、ウクライナの NATO への加盟支持を表明しました。これに対しゼレンスキー大統領は、ウクライナの領土保全と主権に対するトルコの揺るぎない支持だとして謝意を示しました。会談では今月17日に期限切れが迫る黒海を通じたウクライナ産穀物の輸出合意やロシアとの捕虜交換に関して意見交換しました。